イドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ。ついにこの時が舞い降りた。あーかわいい。ついにね、ついにね、このガチャを回す時が来てしまったよ。めちゃくちゃ石貯めたやつついに回せるよ。いやー嬉しいけど当たるかな。すっごい心配、そこだけ怖いんだけど、でも絶対当てるよ。そう、今回はねガチャ会になります。いやね、絶対ね、当てたいんすよね。うん。ヨシノンを当てたい。あ、かわいい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 。あ、かわいい。一応ね、石はね、7万近くまでね、これ貯めてたんですけど、ついに解放する時が来ましたね。一応ね、これね、ガチャ当てるつもりではいるんすけど、あー、かわいいわ、マジかわいいわ。まず確率から見たいな。ここで確率見れるんだっけ？確率はここじゃないのか。どこ？こっちか。アイドル詳細。提供割合。確率は 3%。多分、あ、0.4% か。厳しいな。厳しい戦いだな、これは。勝てるかな。いやー、当たらなくてもね、何回かガチャ回したらね、確定みたいなのがあるんだよね、確か。ここで確定でゲットできるんすよね。ただ、石300でしょ？で、ガチャっていくら？ガチャが1回2500。2500×30。75000。あ、ちょっと足りないな。ちょっと足りひん。ちょっと足りひんから。自力で当てる。自力で当てます。いやー、マジ緊張するな。怖いな。当たってほしいな。うん。でもね、欲しいからね、当てる。あー、緊張する。お願いします。これは SR っぽいな。SR だな。飛ばしちゃおうか。いやー、シンデラフェスじゃないからさ、あんま回したくないんだよね、これ。あー、絶対当たらんかった、今の。外れっぽい。かぶりっぽい。ほら。SR しか来ない。いやー、ジャブ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 溶かしてる感じがする。あ、1枚来た。誰？とりあえず当たったわ。まず SS が1体当たった。ああ、全然違かった。一瞬来たかと思ったけど違うかった。ほら、SS 来ないもん。SR ばっかりだもん。そのロードでわかるんだよね。あ、なんか来た。誰？ブズキ。この階段の向こうで楽しいお仕事が待ってます。最初期ウズキじゃない？一番最初のウズキだよね。当てたいな、本当に。当てたい、当てたいよ。とりあえず SS 今2枚か。何連回した今。後で見てみよう。あー、違う方やな。じゃない方。数十年後に現れてくるの。蓄積の計算は恐ろしいわ。今で70連回してんのか。いやー、マジ来てほしい、本当に。
あ、これは何も来へんパターンや。ロードがないと絶対何も来へん。ほら。あー、ヨシノー、ヨシノー、ヨシノー欲しいよ。あんたもう来たよ。ふーん。あー、会いたい。会いたいよ。いやー、マジきついわ、きついわ。な、なんもいないや。今で100連回したのか、早いな。今で100連か。でも当たるまでな、やめられへんからな。SR に用はね。うちが狙うのは吉野のみ。ははは、無理。いやー、当てたいよー。当てたいよー。なんかいるね、SS が。なんかいる。いなかったわ。これ当たります?本当に。もう半分ぐらい使った気がするんだわ。やばいね、このガチャ、本当に。このゲームマジでえげついわ。お!光った!嬉しい!こういう演出が来るとね、やっとって感じがする。なんか演出も何もなかったもんね、さっきからずーっと。でもなんか同じのが被りそうな気がするんだけど、SS。あー怖い。そうな気はするけどもよ。いやー、つらみちゃん、マジつらみちゃん。そもそも SS が来ない。あー、マジなんだこの。はい、かぶりー。え、来た。いや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 、違うでしょ、絶対違うでしょ。20回か。医師3700あれば回せんのか。あ、もらえる。おっしゃ、ちょっと医師貯めてくるぞ。ランマンの花びらを私の息吹に乗せ、そなたの元へと。やり遂げたぞ、やり遂げたぞ、頑張ったぞ。おっしゃ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 、これで上限いけるやろ。でもなんかな、うん、こういう時ってさ、ちょうど確定の時にさ落ちるんだよね。くそー、見事に物欲センサー発揮しやがって。おっしゃ、いくよ、残り2回。あー、やっぱこの辺な。だが次で確定なんだよ。よし、2290だよ。いくよ、ラスト。なんか SS 来てほしかったな、最高。
あ、なんか来たわ。ほら、ここで当たんねんで、絶対。絶対ここで当たるパターンや。一番怖いパターン。あれ出すぎ、マジで。もう、こいつ出すぎ。まあでもね、SS 最後に出てきてくれてよかった。おっしゃ、来たよー。スター社員スカウトが可能な、可能だって。よし、行くよ。おっしゃ、来たー。来た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 ー。行くよー。使います。合ってるよね、合ってるよね。オッケー。いやー、長い旅路だった。ボールを落とした方が負け。良いですよ。いざ参ります。かわいい。いいわ、もうマジで嬉しい。本当嬉しい、超嬉しい。やったー。いやー、頑張ったな。本当に頑張った。おっしゃ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 。上限まで回した。マジログインしててよかった。本当にまさかこんなことになると思わんかったな。ちなみに課金はしてないです、今回。無課金っすよいやー、やべえ、よかった。本当に本当によかった。おう、なんかいっぱいゲットしたって。じゃあちょっと歌わしてみよっか。とても楽しい時間を過ごすことができまして、それに年齢の数だけ拾えば幸せになれるという星砂もしっかりと拾い集められました。幸せになれる、今でこそそれはただの言い伝えですが、きっとそこには何か物語があったのでしょうね。今となっては誰も知らないけれど、幸せをもたらす物語が、私たちアイドルも幸せをもたらす物語の一つゆえ、この先も様々な、とても綺麗で夢のある言い伝えが語り継がれていくことを私は願っております。やったー、新アイドルマックスになった。特訓、ドキドキだな。いきます。ですが、モデルとしての務めも見事果たしてみせましょう。やったー、嬉しい、マジで嬉しい。あー、コミも見たいな。コミ見よっかな。ジエリさん、ユウコさん、今日はとことん鹿児島の海を遊び尽くしていきましょう。そなたも今は立場を忘れ、楽しんでいってくださいね。
時期限定で現れる幻の砂浜。ただの自然現象と言ってしまうこともできますが、ロマンチックな言葉で彩りを加えるのもおつなものですね。これまでは海で遊んだことはほとんどなく、修行や身を清めるための場所でしたね。ですからアイドルになって海で遊ぶという新鮮な機会が得られてとても嬉しいのですよ。今日みんなで遊んだことも大切な思い出として私の中に刻まれまして、そして鹿児島の海でたくさん遊んだ後は鹿児島の海でお仕事ですね。ふるさとの島ではありませんが、それでも近いところでお仕事ができるのは喜ばしいことでして、ババ様もきっと遠くから見守ってくれていることでしょう。そなたも誰よりも近くで見守っていてくださいね。そういったさまざまな思い出や人の思いが私に力をくださるのです。気に入ったものを身につけると心が晴れやかになるもの、それはきっと夏を楽しく過ごす秘訣なのですね。幸せへの一歩を私と共に踏み出しましょう。よかった、すごいよかった、マジで嬉しいわ、本当嬉しいわ。幸せの一歩を踏んでいこう一緒に。